ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事をお願いします。冒頭、広島市はじめ一連の大雨による災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしたいと思います。また、被害を受けた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。さて、第3回国連防災世界会議に係る本件の対応についてでありますが、来年平成27年3月14日から18日まで、仙台市で第3回国連防災世界会議が開催されます。国連加盟国193カ国から各国首脳や閣僚を含む政府代表団、国際機関、認定 NGO など5000人以上の参加者が見込まれています。岩手県といたしましては、そこで復興支援に対する謝意を示すとともに、岩手県の復興に向けた取り組みや防災復興に関する本県の先進的事例を世界に発信し、そして国際社会に対して支援の継続をお願いする重要な機会と位置づけています。県では国連防災会議の開催に合わせて、シンポジウムなどの関連事業等を積極的に実施することとしていまして、それについてお話しします。主な岩手県の対応としましては、まず国連防災会議の会期中に仙台市において防災や復興に関する展示を行います。そして前ユネスコ事務局長松浦浩一郎さんをコーディネーターに迎えて、一関市内で文化財と防災をテーマとしたシンポジウムの開催、そして沿岸被災地の視察を実施します。また国連防災会議に先駆けて、平成27年3月9日から13日まで国際規格の作成機関であり、防災についても重要な役割を果たしている ISO 国際標準化機構の社会セキュリティ専門委員会の総会が盛岡市で開催されることから、これに合わせてシンポジウムや被災地視察を実施します。これらの取り組みを通じて、世界各国から多くの方々が本県を訪れ、被災地の現状を実際にご覧いただくとともに、本県の防災復興に関する先進的事例をお伝えできることを期待しています。また、震災から4年目を迎える時期でもあります。国連防災会議を契機として、多様な主体が防災や復興に関するさまざまな取り組みを展開して、県全体として盛り上がっていくことを期待します。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は盛岡タイムズの大崎記者にお願いしております。よろしくお願いします。盛岡タイムズの大崎です。おはようございます。はい、おはよようろごしざくおい願いまします。す。それではただいまの発表事項について各社から質問があればお願いします。じゃあ、すいません、幹事社からよろしいでしょうか。先進的な事例という話でしたけども、具体的にどういったものかちょっと教えていただければと思うんですが。そこも今いろいろ整理しているところですけれども、この若者や女性の参画を促し、また活躍を支援するといったようなことも含まれると思います。やっぱその震災を経験してですね、県で要望してきた用地特例とか、そういったその法に関わるようなものも、そういうアクションも含めてということになりそうでしょうか。そうですね。世界に対する発信ということなので、国内向け、あるいは県内向けのこの整理の仕方とはまた違うのかな。ただ、現場に来て、これは一時的に国連本部が東日本大震災のこの被災の現場に来て会議をするということもあるので、そのローカル色を豊かにした方がいいのか、ちょっとそういう全体のトーンも含めて検討中ですので、その本番までにはしっかりしたものをお示ししたいと思います。ありがとうございます。他に、
おはようございます。はい、おはようござ韓国新いま報す。山形です。この一関でのシンポジウムの関係でお伺いしたいんですけれども、沿岸被災3県で世界遺産が、この平泉岩手のみということで、その岩手県ならではというような、独自性があることだと思うんですけれども、改めて繰り返しになるかもしれませんが、このシンポジウムを通して、その岩手県からそのどういうことを発信をしていきたいというふうにお考えでしょうか。2011年3月11日、東日本大震災が発生し、その年の6月29日にパリでユネスコ世界遺産委員会が開かれ、平泉が世界遺産登録された。その時、この平泉というのが、この復興の精神的な支柱にもなって、この平泉のこの共生、人と人との共生、人と自然との共生っていう、そういう理念が復興の理念にもなるっていうようなことに、ユネスコ加盟国は大体国連加盟国ですから、世界各国のこう理解をいただいたなっていう手応えがあります。また、世界各国にはあれだけの地震の中で、そのよくぞこう無事だったというところにも関心が高かったので、その文化遺産のこの防災っていうことについても国際的にかなり関心があるなと思ってますんで、そういうこう具体的で実務的な話から、この理念的なことまで、こう平泉っていうことをテーマに、その平泉の現場で、シンポジウムを開くことができるんじゃないかなと思います。他ありませんか。それでは、なければ、本日は記者クラブを代表しての感謝質問の用意がありませんので、各社から質問があればお願いします。NHK の小倉と申します。はよろしくお願いい。はしい。ます。広島の土砂災害に関連してなんですけども、岩手県、土砂災害の危険箇所というのが、東北の中でも最も多いという現状がありますが、その一方でですね、警戒区域の指定というのが、2割にとどまっていると。そのことについて、まず知事の、受け止めをお考えお伺いしたいんですけども。はい。危険箇所をその警戒区域の指定にまで持っていくには、市町村のこの理解も必要で、その理解というのの背景には、警戒区域に指定されると、その避難体制の整備が法的に義務付けられますので、こうどう避難すればいいか、またこう避難所はどこにすればいいかとかですね、そういうことを、その市の側、市町村の側にそういうことをこう決めていく体制ができない間に、県の方でこう一方的に指定しても、この趣旨に沿わないと。むしろ、このそういった避難体制の整備とかいうことが遅れるのであれば、今すでに危険箇所ということでは、それはもう分かっていて、でかつこれはすでに公開されています。県の、岩手の、そのマップでですね、インターネット上で見ることもできますし、またそれぞれの市町村がこの紙ベースの危険箇所のこの地図っていうのはこう持っていますので、で、広島の災害を受けて、今、私が考えていますのは、まず、この危険な場所かどうかということを、その住んでる人たちがこうよく知らなかったがゆえに、この準備がきちっとできない、こう気をつけてなかったみたいなことがあってはよくないということで、まずはその危険箇所であるということの、この情報共有がうまくできればいいんじゃないかと。
ただこれもその後の警戒区域指定への段取りも考えると、あの市町村の方のこのその後の対応ということとこうすり合わせてやっていかないと、県で一方的にやれることではないと思ってますので、まあ市町村とこうしっかり連携しながら、まず警戒区域の指定を早めていくということもこれはしっかりやっていかなきゃならないと思いますし、また並行して危険箇所だというその情報の共有をこ うまく工夫していくということもした方がいいというふうに思っています。今知事がおっしゃいましたように、やはりあの県と市町村が連携してということが今後重要になってくると思うんですけども、はい、そのまあ、住民への周知とかですね、その指定をあの促すと、まあ、あの法改正であの国の方も動き出始めてますけども、まあ、知事として具体的にこういったことをしてあの、まあ、危険を周知したいですね、体制を整えていきたいというお考えがあればお伺いしたいです。この市町村のこの財政を含めた行政力がこう一定力がないとですね、その法律を変えればすぐこうパタパタっと、警戒区域の指定が進むというわけではないと思うんですね。ですから実質的にこの市町村の力を高めるような手をこう打っていかないとあのうまくいかないと思いますし、まあ時あたかもこの人口減少問題の関係で、地方創生、地方経済再生といったことにあのこれから本格的に取り組もうという国の方針もあるところですから、まあ、そういう中でこの市町村の基礎的な力を高めていくということがこの防災面でも大いに役に立つことだと思います。ありがとうございます。あともう一点ですね、まあ、ハード面の整備についてなんですけども、こちらについてもやはり、まだ砂防ダムとかのその整備の必要な部分っていうのが、まあ、1割程度にとどまっているというところで、まあ、あの今後そのハード面の整備、まあ、あのソフト面も含めてだと思うんですけども、どういうふうに対応されていくのかというのを、お考えあればお伺いしたいと思います。はい、まあ、今人家の戸数が多いところ、それから災害時要援護者関連施設があるところ、避難所や避難路、また学校、病院などがあるところ、そして被災履歴があるところといったところをこう優先的、また集中的にこう整備をしているところでありまして、まずそれをこうきちっとやっていくことで、この全体の整備をしっかり進めていきたいと思います。ありがとうございます。たびたびすみません、河北新報の永田です。はい、今のお話に関連してですね、まあ、今回 の広島の件を受けて、あの国の方でその法改正をが必要だというような話が今少し出ていますけれども、今のこの広島の状況をご覧になってですね、知事ご自身、まあ、国の方に、まあ、どういう形で、法改正なり制度の改正というのを求めていこうと、あるいはその国にはどういう姿勢で臨んでもらいたいというふうにお考えでしょうか。まずさっき言ったように、この自治体の基礎力を高めるということがまず必要 で、そこはこの人口減少対策や地方経済再生っていうのを本格的に取り組んでいくっていうことが、あの実は防災にも非常に大事だと思っています。あともう一つ、このかつてないような豪雨、そういう、まあ、異常気象的なことがこう背景になっていて、でそこはその地方に丸投げするだけではなくて、やはり国としてもですね、この、まあ、気象庁っていう気象観測の、そして気象情報をこう発信する機関はこう国の方にあるわけでありますし、そこを中心としたその情報の発信とか、自治体との連携っていうことをこう国の方でもこう強化していくっていうことが大事だと思います。その法改正っていうことが、その、まあ、県や市町村に対してその住民理解がなくてもこう法的にビシッと
強権的に決めてしまえるみたいな改正っていうのだとすれば、それはこう本当にうまくいくのかなというような疑問を感じます。危険箇所の話から直接はちょっと離れますけれども、はい、今その復興の関連でですね、その沿岸部ではその高台点でどんどん山が切り出されていたりとか、うん、あと内陸部でもだいぶ山の木が切り出されていたりとかですね、あと踊り場になっているような山ではもうほとんど山の形が変わるぐらいの勢いで土が取られていたりとかで、そういうその山の状況が今結構県内で動いている状況だと思うんですね、まあ、沿岸内陸限らず。そうするとそのこれまで その危険箇所の考え方ですとかそのっていうのがちょっと変わってくるのかなと思うんですけれども、そのあたりもそういう状況も踏まえたその県内で その土砂災害の防災の張り方みたいなことについてはいかがお考えですか。はい、この工事の現場については立ち入り禁止にするなどして安全を確保するということが行われていますし、また家を建てたり商店を建てたりすることについてもきちんとその土地の造成安全が確保された段階で進めていくというような手順はきちんと踏まれているとは思いますけれども、ただ工事というのは安全第一がまさに第一でありますし、そういった安全への配慮、この安全の確保のためにやっている工事であり、そういう引っ越し転倒のプロセスですから、そこが危険になっては本末転倒なので、しっかりやっていかなければと思います。だいぶその上流の方 その山の形状が変わることによってその下流への影響というのがこれまで考えられていたものよりも少し状況が変化するタイミングだと思うんですけど、そのあたり、改めてその危険箇所の洗い出しをされるとかですね、その状況の変化に応じた対応っていうのはいかがお考えでしょうか。その具体的にあればそこについては新しい状況に対応した防災の体制を充実させるというふうになると思います。他ありませんか。毎日新聞安藤です。おはようございます。はい、今の広島の土砂災害に関連してなんですけれども、4月の、市町村の防災担当者を集めた会議の時にですね、県南のある市町村からやはり今回のこの、警戒区域の指定についてですね、もうちょっと迅速にやってほしいというような声が実は上がっておりまして、なかなか、その時の県の担当者の方は、進めてはいるんだけどもなかなか、難しいと。先ほど知事がおっしゃったようにその市町村の方との問題もありますし、住んでいる住民に対しての説明というところもなかなか理解が進まないといった問題もあると思うんですけども、おそらく国の法改正はそういったところを今後狙っていくのではないかなと、もう少しスムーズにやっていくことを考えているのではないかなというふうに推察しているんですけれども、その、住民の、説明であったり、市町村の方の、に対する先ほど財政支援という、基礎力を高めるというようなお話出ておりましたけれども、それ以外で何か考えていることとか、知事としての考え聞かせてください。そのよくよく考えてみると住民の皆さんが危険箇所がいかに危険かということをきちっと理解し、でその市町村当局もその危険の実態をきちっと分かって必要な避難経路そして避難施設を整備すればですね、ある意味この警戒区域指定というのがなくてもそこにおいて安全は確保されるわけであります。ただ警戒区域指定については特別警戒区域指定っていうさらにこの開発を規制する、家を新しく建てられなくなるとかですね、そういったものもあるので、そこはケースバイケースで、特にそういう開発業者が無理にそこに分譲して事情を知らない人に家を買わせようとしているとかあれば、県としても優先的にそこを早く警戒区域指定しなきゃならないとかはあると思うので、まさにそこは市町村と相談しながら進めたいと思います。でその法律でパッとやるっていう他に何かっていうことについては、今言ったように本質的には住民一人一人がきちっと危険性を理解し、でかつ市町村がその避難体制を整備するっていうのをどう実現するかということなので、今の段階でその危険箇所はもう
洗い出されているので、その情報の共有をどう工夫するかということと、あとは市町村の基礎力を高めるということが今大事だと思います。よく住民の危険性の認識の場合ですと、災害警戒区域指定された場合のハザードマップというものがありますけれども、危険箇所でいくと、まだ送付にはならないというふうな問題もありまして、ハザードマップなかなか作れない今の現状では、危険箇所に対しては、県のホームページ上では危険箇所を公表しておりますけれども、なかなか広島のように危険箇所とは知らなかったというような住民もおそらくいらっしゃると思いますが、例えばその県のホームページの私も実は今朝拝見しまして、こういったシステムがあるということをまず私も初めて知ったところだったんですけど、そういったものを周知していったりとかですね、そういうような発信、情報発信について何かお考えがあれば。はい、その辺もこう市町村と相談しながら、この住民にきちっとこう浸透していく情報共有をこう工夫していきたいと思います。ありがとうございました。すいません、今の広島の災害のことでですね、やはりその夜間に起きたということが被害を大きくした、いろんな条件の中で夜間というのがあったんですけれども、実際に都市部であれば街灯とは明るいんですが、特に岩手の場合その山間部でですね、なかなか街灯も少なくて暗いところだと、お年寄りの方はこう夜間に避難するのをどうしても敬遠してしまうというのがあるんですけども、そういった部分でですね、ソフト部分で何か岩手としても対応しなければいけないんじゃないかなと思うんです。その点知事どのように受け止められますか。夜間対策というのは、いろいろ専門的に策はいろいろあるんだと思います。でまたそれもこうケースバイケースで、避難所へ この避難経路の明るさを確保するといったような方向性がありますでしょうし、また2階にこう避難することで緊急的な対応をするというようなやり方もあると思いますし、その危険箇所のこの危険の様態に応じてケースバイケースにその工夫をしていくということだと思いますけれども、一方この暗いより明るい方がいいというのはその通りですので、こういかに明るさを確保するかの工夫というのもこれは一つ課題としてあるんだと思います。ありがとうございます。他ありませんか。岩手日新聞にたどりです、はい、よろしくお願いします。先週の会見でですね、ディオジャパンの欧州コールセンターについて事業の引き受けに関心を示している企業があるというお話がありましたけれども、その後の経過はいかがでしょうか。今こう県としてこう発表できるようなことは聞いていません。調整としては順調に進んでいるという解釈してもよろしいですかね。そこはやっぱり県としてこう発表できる段階にはないということです。何も進んでないんでしょうか。もう日々このリオジャパン関係のコールセンターで働いていた人たちのこの雇用の確保でありますとか、それぞれ希望に応じた今後の対応については県市町村力を合わせて取り組んでいるところです。ありがとうございます。じゃあすいません、また幹事社から申し訳ありません、はい、ですね、ちょっと知事にお認識をお聞きしたくて、はい、まず首長等のですね、多選問題というのが、選挙のたびに出るんですけれども、知事は多選ということに関してはどのように受け止められているか、まず教えていただければと思います。はい、この多選による弊害というのが指摘されています。こう権力がこう強くなりすぎて、さまざま問題が出てくると。でそういうことは避けなければならないと思いますので、
この多線による弊害というのをこう避ける工夫をこうしていかなければならないと思います。あの多線というとですね、どこから多線になるのかっていう、こう線引きみたいなのがあるのかもしれないですが、知事としてはどのぐらいだとその権力が集中するような、そういう弊害が起きるような多線と捉えられますか。そうですね、衆議院議員時代は、まあ、この首長の実務の実態というのをこう経験せずに、こう一般論的に考えて、アメリカ大統領や、まあ、他にもいろいろ例がありますけれど、この2期8年というのが一つの目安と考えていましたけれども、ただ知事になって実際やってみて、こう3期仕事をしている知事さん方大勢いますけれども、その多選の弊害というのをこう工夫して、そういうのに陥らないようにしているケースはたくさんあるなと思っておりまして、まあ、そういうのはやっぱりこう多選の弊害を起こさない工夫というのは、その任期を短めに切るということ以外にもいろいろあるんだなと思います。ありがとうございます。それでですね、知事ご本人のあの遡ったお話をちょっと、はい、させていただくと、1期目の時はですね、2期までというようなお話を、されてて、で2期目の選挙の時にこう震災を挟んだわけですけれども、震災前のですね2010年には原則2期までという前回の、まあ、1期目のですね公約については基本的な考え方は変わらないとおっしゃってたんですけれども、うん、震災がありましていろいろ状況が変わった中でそのお考えに変化があったような発言をされてたと記憶しております。で今の段階で知事としてはその、まあ2期までというようなおはあの考え方は公約として存在しているのかどうか、その点をお聞かせいただければと思うんですけども。公約というのはその選挙の都度その選挙の前に示されることでありますので、はい、今私は何かの選挙に出るということを決めてはいませんので、公約というものは持っていません。そして、原則知事の任期は原則2期8年が望ましいということについては、まあ、復興の関係っていうのはその、まあ、私自身の任期がこの震災の関係で1期目、4月30日、任期満了が5、6、7、8、9月の11日まで4ヶ月ちょっとぐらいですか、伸びるっていうことで、まあ、強制的に8年以上こう知事をやらなきゃならないことになったっていうことで、で、まあ、理屈を突き詰めれば8年経った時点で辞めるのかっていうことになるわけですけれども、そういうことはできないなというふうに思っています。で、あとはさっき言ったように知事になって他の県の知事さん方の仕事ぶりを多く見る中で、3期12年知事をやっても多選の弊害ということに陥らない例はたくさんあるので、最初の選挙に出た頃、また2回目の選挙をやってた頃の考え方に比べれば、この原則2期出なければならないという考え方は変わっています。そうするとですね、今どの何か次の選挙とか何かの選挙に出ようという、はい、考えはないということでしたけれども、はい、そういう意味ではこう、次のじゃあ知事選なのかあるいは違う選挙なのかということに対してはニュートラルな立場だということで受け止めてよろしいですか。
自分のことをこういろいろ考えている場合ではないということが基本的にありまして、そこでまず今の仕事に専念しなければならないというふうに考えているわけです。一方、この来るべき岩手県の知事選挙の在り方については、それは本格復興期間のこのど真ん中で行われる選挙であって、岩手の力をこう一つにし、まあ、いわば岩手は一つ、復興に一つというような、岩手、オール岩手の力を結集しながら、またこの秋に岩手県だけで知事選挙が行われるわけですので、全国が注目する中でこのさまざまなつながりの力を高めていくような、全国の皆さんとともにこの岩手の復興をさらに力強く進めていこうという、そういう力を高めていくような選挙になるべきだなというふうには思っています。ありがとうございます。はい、たびたびすみません、毎日新聞安藤です。はい、今知事が、他の知事さん、他の県、知事の、これまでのその多選の弊害にならないような工夫というのを見て、そういった考え方がまあ変わったというようなあのお話でしたけれども、お話できる限り、まあその工夫の具体的な部分ですね、まあどういったことがその弊害には当たってなく当たらずに工夫をしているなというふうに感じたのか、ちょっとエピソードを紹介していただければ。まあ、ここは個々の知事さんのこの業績、また特にこう今実際知事さんをやっている人のこう評価とかにも絡むことなので、あのこういう場でのコメントは、そうですね、まあよほどちょっとこう厳密にしなきゃならないと思うので、こう記憶をたどりながらのコメントはちょっと勘弁させていただきたいと思います。まあ、あのどこの知事さんということをあの示していただかなくても構わないんですけど、まあ、ちょっとイメージとしてこう、まあ、あの多選の弊害の工夫というのはちょっとなかなかつきにくいので、まあ、あの一般論でもいいですし、あの知事が思っている描いているものでもいいんですけども、ちょっと教えていただければ。あの一般論、抽象的な話ですけれども、こう3期目の知事さん方っていうのはこういっぱいいるんですけれども、このもう権力がこう強くなりすぎて、もうダメだ、すぐにもやめてもらった方がいいっていうようなふうにはこうなってないことが多いと思います。まあ、そういう権力が、まあ、強くなりすぎてもう やめてほしいみたいな声が上がらないような、そういう3期目以上を超えても工夫されているような知事さんの例を、震災挟んで見られて考え方が変わったという認識でまとめるとよろしいんでしょうか。まあ、1期目当選した時点からこう全国知事会議に出たり、そうするとこう3期目とかそれ以上の人もこういっぱいいるわけでありまして、まあ、その時から徐々にグラフを書くと、こう1期目就任の時点からこう一定のこう長さでこう伸びていって、こう2期目で急にということではありません。2期目出られるときには、まあ、原則2期8年ということもおっしゃってましたけども、今のお話を考えるとどういうことなんですか。基本的な考えは変わらないというのは、まあ聞かれてそう答えたんですけれども、ただその公約集の前の方に掲げたりとかはもうしなくなっていたわけでありまして、そのことをどれだけ重視するかということについては、退職金をもらわないということと合わせて、もう公約集には書かなくなってましたよね。はい、分かりました。ありがとうございました。河北新報の斉藤と申します。はい、その考えの変化というところで、他県の知事の例を見てということですけれども、震災があって首長が変わることは少なからず県政の継続性に影響があるということも踏まえてのその考え方の変化なのでしょうか。1期目当選した時からのこう見てたことなので、特に震災どうのこうのというのは ありません。それからもう1点、公約の、まあ、1期目の時に掲げた公約の変更ということで、議会から追及が予想されますけれども、その際はどのように説明されるのでしょうか。
いや、公約っていうのは今何も持っていませんので、持ってない公約が追及されることはないと思います。というのは今何かの選挙に立候補すると決めて公約を発表しているわけではありませんので。初総選の時に、いや例えば、はい、その今はその知事が3期目やることはけしからんと今思ってないのかって聞かれれば、今喋ったように、他にもこう3期目活躍されている知事さんはいっぱいいて、いい仕事をされてますからっていうような答えを言って、考えが変わったのかけしからんとか言われて、でその今3期目やってる知事さんたちをこう批判しないとおかしいんじゃないかって言われても、実は今まで3期目やってる知事さんを批判したことって1回もありませんし、 そんなに何かこう特別におかしくなったわけではないと思っています。すみません、確認ですが、1期目の時、初当選の時に掲げた公約というのは、2期目の選挙に当選した時点でもう関係なくなってしまうという認識なのでしょうか。さっき言ったように突き詰めると、その2期目に立候補した時点で、でもこの2期目の途中で、1期目から合わせて8年間が経つから、そこで辞めるっていうのを公約にしないと整合性が取れないってことになるんでしょうが、ただそれはなんていうか、かえってなんか愚かな話っていうふうな、オール岩手のこう民意的なものを感じながら選挙戦に突入しましたね。ありがとうございます。よろしいですか。読売新聞の岡本と申します。はい、先ほど の多選の関係でなんですけれども、多選、知事が多選することによる、弊害ということで権力が強くなりすぎるということをおっしゃってましたけれども、逆にその多選になることによって生まれるそのメリットとか、そういうものについて知事はどのようにお考えなんでしょうか。やってみればこう確たるものが分かるかもしれませんが、今はこう他の知事さんの経験をこう見ているだけですので、そうですね、ちょっとこう責任ある回答はちょっとできないなと思います。例えば、弊害がないというだけではなかなかその、多選でもいいかなというものにはならないと思いますけど、むしろその他の知事の方々が、こういうところで多選をすることによって県政にいい影響をもたらしているというふうに感じたものがあってのことだとも思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。その多選論についてはこう関心ある方はどんどんそうやって議論を深めたり、またこう研究をしていただければいいんじゃないかと思いますけれども、私自身についてはまず今はこの岩手の復興っていうのをこうしっかりやっていくことに集中し、いろいろ優先順位の中でこうむしろこうアマちゃん関係の本を読むことの方がその多選について考えるよりはこう優先度が高いかなと、そういう PR をしていくこととかの方に時間をかける。で、2期目立候補の際はもうそれは公約の中には入れてなかったということもあり、こう今それについてたくさん質問が出ていることにこう不思議だなという印象を得ているところもあるんですけれども、今ご指摘いただいたようなこう発展的なテーマについてはいろいろこうそうですね、なんか優れた知見がこう発表されていればそういうのをこう参考にしながら、そういうのを参考にしていきたいなと思います。ありがとうございました。岩手日報熊谷です。おはようございます。はい、おはようございます。今の話の関連なんですが、はい、今一つ指摘として一つあったのは、はい、つまり1期目の公約が2期目の公約と必ずしも一緒でないときに整合性どうかという話があったんですけども、一方では例えば国政考えたときに、例えば同じ政党が例えば継続的に政権を持っているときに
前の政権が公約しないものを次の政権が公約するというときに、例えば解散総選挙をして民意を得た上で実行するというのは、あるいはそういう考え方もあると思うんですけども、そういう意味ではこれは地方選挙にももしかしたらこういう考え方は当てはまるんじゃないかという考えもあると思うんですけども、そのあたりその選挙と公約の持てる意味というのはどうお考えになりますか。選挙の本質は有権者がこのその有権者の力で、国なら国、県なら県の進む道を変えていく、決めていくというところにありますので、有権者が主役でありますから、その時の有権者がその、まあ、多選問題であれば多選問題についてこうああしたいこうしたいっていうふうに、まあ、有権者がその意思を持ち、でそして、まあ、それに沿った候補者が当選するということが実現すれば、こう民主的な選挙によって有権者の意思がその国なり県なりをこう動かしていくということが実行されるんだと思います。その立候補する人たちが先にいて、その人たちがどんなメニューを出しているのかなという、そのメニューから有権者が選ぶっていうのじゃやっぱり弱いんで、むしろ有権者の側からこういうことを公約にしてほしい、うん、まあ、実質的にはこう有権者が、まあ、それは子どもたちも含めて、そこの主権者たちがですね、日本なら日本、岩手なら岩手をこうしなきゃならない、ああしなきゃならないと、でそういう思いにこ うまく応える公約というのを政治家たちが工夫して、パッケージを組ん でそしてそれをこう選んでもらったのを有権者の負託を受けて実行していくということが、この選挙のあるべき姿だと思います。まあ、そういう意味では、はい、まあ、今2期8年の公約 の話が今クローズアップされてますけども、そうすると例えば、まあ、1期目と例えば2期目、あるいは3期目もしかしたらあるかも、あるいはですね、可能性としては、まあ、そういう時に例えばその社会情勢の変化がある中で、まあ、一般論とすればその前の1期目の政策と、まあ、例えばイデオロギー的なところでものすごく例えば転換するというのはともかく、例えばその個別の政策の中で内容が変わりうるということは基本的にやっぱりありうるということでよろしいでしょうか。そのある意味選挙においてその立候補するとかしないとかっていうのは全ての人にとって自由だし、でそこでどういう公約を掲げるかっていうのもこれは自由なんだと思いますよ。ただそれが選んでもらえるかどうかっていうことが問題だし、本質的には有権者が何を選ぶのかっていうことが問題なの で僕は日本全体のことについて言えば、その今野党になっている人たちはこう今の与党がやっていることをこう上回る政策公約っていうのをこう意地でも作り上げ、でそのパッケージを示し、それを有権者が選ぶことで日本の政治は進歩していく、発展していく、でそうやって政権交代を起きて下野した人たちが今度は今の人たちがやっていること以上のことをこう公約にしていく、でそのそういうやり方っていうのはかつて自分たちがこう公約にしていたことをこう否定したりとかですね、その時代時代最もいいであろう、さらにいいであろうと思われることをこう公約にして選んでもらうっていうのをやろうとすれば、それは過去の自分たちを否定することにもなるわけであって、でもそれが国民のためになるし、その国の発展のためになるやり方だと思いますね。そういう意味ではむしろこの過去の政策とか公約とかにこう固執し続けるっていうのは、なんか過去 その右対左、その資本主義系対社会主義系のこう二大勢力が戦っていたら、それはそれぞれのそういうとこから離れたらおかしいみたいなことになるんでしょうけど、もうそれは古い冷戦時代の考え方であって、むしろ民主主義の発展あるべき姿からすれば、
選挙のたびに、過去のそれぞれの主張をこう上回るような、その時の民意により適合するような政策公約を提示し、それを選んで決めてもらうことで、有権者が有権者の意思によって世の中を変えていくということを実現する、それが選挙だと思います。そうです。最後なんですが、まあ、さっき多選の弊害っていうのはいろいろまた議論ありましたけど、例えばその多選の弊害部分だけを絶対的に評価するといけないっていうことになるかもしれませんけど、例えば相対評価で、実は多選のメリットの方が大きいんだけど弊害もあるという場合もあると思うんですね。やっぱりその弊害っていうのは、やっぱりメリットが大きくても弊害部分が問題なのか、それとも差し引きでやっぱりメリットの方大きいっていうんであれば、また違った評価の仕方もあるっていうお考えでしょうか。難しくてですね、今この瞬間にはこうパッと分かんないんですけれども、まあ、ケースバイケースなのかなという感じもしますし、何かその統一的な理論化ができるんであればですね、まあ、いろんな知見をこう参考にしていきたいと思います。ありがとうございました。はい、以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。